皆様こんにちは、ヒロヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。本日12月7日付の配信分のコメントになります。本当に残念ながらロシア軍によりますウクライナへの侵攻がまだ続いております。本日もウクライナの国旗をバックに演奏したいと思います。毎月第1週目、個人の音楽を忍ぶということで演奏させていただいております。 今月は、えー、皆様もよくご存知、えー、グレン・ミラー。もう80年前になりますが、1944年の12月15日、第二次世界大戦中の飛行機事故に、えー、見舞われまして、えー、40歳の若さでお亡くなりになっております。改めて、えー、非常に残念なことだと思います。今日は彼の残した 偉大なバンドリーダーでありトロンボンプレーヤーでございましたグランミラーの残した音楽の中から「In the m o o d をテナーサックスで演奏したいと思います音源は新興さんから出ております「テナーサックスで吹きたいジャズスタンダード集めました」からになりますそして2曲目、えー、演歌の方から 小林幸子さんのお歌になりままししたた思思いいい出酒をアルトサックスで演奏したいと思います音源は全音出版さんから出ておりますアルトサックスで奏でる演歌からになりますそして3曲目クラシックの方からラフマニノフ作曲のボーカリーズをフルートで演奏したいと思います 音源は新興さんから出ておりますフルート名曲セレクションクラシック50選からになります本日も以上3曲最後までご視聴いただきますようよろしくお願い申し上げますまた一日も早いウクライナとガザの平和をそして一日も早い能登半島自身からの復旧復興をお祈り 申し上げます。以上、ひろひろでした。ありがとうございました。